ミサイル防衛は中間の了承がいると思い込む記者。河野太郎防衛相は4日午前の記者会見で、ミサイル防衛に関して相手領域での弾道ミサイルなどの阻止を盛り込んだ自民党提言が、中国や韓国の理解を得られる状況ではないのではと東京新聞記者に質問され、主に中国がミサイルを増強しているときに、なぜその了解がいるのかと語気を強めた。韓国についてもなぜ我が国の領土を防衛するのに韓国の了解が必要なのかと述べた。中国は急速な勢いで弾道、巡航ミサイル開発を進めており約2000発を配備。その多くが日本を射程に収めるとされ、日本は抑止力の抜本的な強化を迫られている。自民党は中国や北朝鮮の脅威の増大を踏まえ、専守防衛の考え方の下で、ミサイル阻止能力の保有を検討するよう求める提言をまとめ、政府に提出する。日本国民多数は戦争に結びつくすべてを嫌悪する。悲惨な戦火に並行し尽くした日本は占領米軍が軍備放棄を謳った憲法を受け入れた。戦後の反戦平和イコール非武装対話が教育現場でも理想化されていった。日本は朝鮮半島、中国、台湾に侵攻し乱暴狼藉を働いた黒歴史があると洗脳混じりに教えられた。戦前日本を恥と心得た文化人は日本を別の目的で占領しようと暗躍する一派の甘い言葉に賛同した。メディアはそれを利用して売り上げを伸ばした。以来とっくに半世紀が過ぎた。その結果、このような馬鹿げた質問を平気でする不思議な日本人記者が跋扈するようになった。中国は8月半ばにも自国領海、尖閣諸島海域、に漁船団を送り込む、日本は阻止する資格がないと言い切っている。米国が尖閣諸島は日米安保条約適用範囲と再確認した後だった。河野太郎防衛相は同じ記者会見で、沖縄県尖閣諸島周辺海域で中国公船が平成24年9月の尖閣国有化以降、最長の111日間、連続航行したことに関し、必要な場合、自衛隊として海上保安庁と連携し、しっかり行動したいと述べた。どんな事態が発生すれば自衛隊が行動するのかとの質問には、手の内は明かさないとして回答を避けた。ナイーブな平和愛好家は大嫌だ、軍歌の音が聞こえる、と非難する。敵意を見せる相手を近づけさせない手立てを講じてこそ平和が維持できる。お聞きいただき感謝申し上げます。